めちゃめちゃ美味しそうな大粒のトリュフショコレートになりましたね、皆さん。はい、どうも、ガリガリさん、リュウジです。はい、ということでですね、今回ね、テンション高いんですよ。まあ、シラフなんですけどもね。なんで、テンション高いかといったら、ついにね、来ました。お酒のコラボ。今回はですね、こちらの、イエローテール、カベルネソーヴェニヨン。こちらの赤ワインですね。なんと、コラボが決まりました念願でございます、私。はい。今回はね、こちらのワインを、お料理にも少し使いつつですね、いつも僕やってるじゃないですか、食べるときに。このお酒で合うんだよねっていうのをやってるじゃないですか。もう今回はね、それの、もう進化が発揮されるというレシピということですね。もちろん、レシピ自体もすごく美味しいんですけども、イエローテール、カベルネソーヴィニヨンと最高のマリアージュを感じられるような素晴らしいですね、デザートレシピ。今回のために力開発しました。こちらをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それでは材料紹介いきたいと思います。まずですね、今回ね、チョコレートになります。イエローテールカベルネソーヴィニヨンもレシピに使っていきます。チョコレートなんですけども、今回ですね、このイエローテールと明治さんのこのザ・チョコレートがコラボしているということでですね、なんとですね、このイエローテールにこれついてきます。こんな感じでボトルについているみたいですので、せっかくなんでね、これ使っていきます。ザ・チョコレート、ベネズエラ、ナッティーな香りのカカオ使っていくんですけども、普通のミルクチョコレートやビターチョコレートでも、作れます。これはね、ちょっとビター寄りなんで、ビターチョコレートを使うと再現度が増すと思います。ただ甘いのが好きな方はミルクチョコレートでも全然大丈夫です。あとはトリュフチョコレートなんですけども、ちょっとね、見慣れないの、これクリームチーズなんですね。クリームチーズ使った方が何倍も簡単でワインに合うんですよ。これ砂糖、これ 10g。 グラニュー糖でもいいし、まあ普通の上白糖とかでも大丈夫です。はい。カカオパウダーですね。無糖のもの。適量ですね。ちょっとたっぷりめに用意した方が粉付きがいいと思います。以上の食材で今回やっていきます。それではですね、今回のテーマ、ワインとお料理とのマリアージュなんですね。マリアージュを意識した料理を作る上で、一番重要なこと、皆さんにお教えしたいと思います。イエローテール、カベルネソーヴィニヨンね。めっちゃいいですね、香りがね。グラスに注ぐとまた香りが立ちますんで、香りを楽しみます。全然違いますグラスに入れるとね。一口含みます。あ、うまいねこれね赤ワインのしっかりとした味は残しつつも飲みやすくなってます。赤ワインの良さもありつつもすごく飲みやすいね。オーストラリア産のワインですなんですよねこれね。だからね、飲み口は少しね、しっかりした味わいなんですけども、とっても飲みやすい。ベリー系の香りがします。いい仕事だなこれ。楽しみになってきましたね皆さん。ということで早速飲みながら作っていきたいと思います。はい、それでは、早速やっていきたいと思います。まずですね、ザ・チョコレートですね、ベネズエラ、これを開けていきます。で、これ個包装になってますんで、砕いていくんですけども、このまま砕けるから。砕けないチョコレートであれば包丁でちょっと砕いていただいて、なるべくね、細かく砕いてください。で、入れていく、はい、全て同じ工程をやっていきます、はい、で、これを開けて入れていく、はい、こんな感じで砕けました。で、そしたらですね、これまあ全量使うんですけども、ちょっとね、ひとかけら、そしてイエローテールカベルネソーヴィニヨンとの相性を確かめます。めっちゃ合うねこれね。これ選定した人すごいわ。香りがすごくいいから、赤ワインとマジ合うこれ。あ、美味しい。うん。そしたらですね、ここにお砂糖、ここで入れちゃいます。はい。そしたらですね、ラップしないで結構です。このままですね、電子レンジ600ワットで、1分20秒をチンしていきます。じゃあレンチンが終わりましたので取っていきます。これ、ね、あんまり加熱しちゃうと分離しちゃうので、チョコレート全体がまだ溶けてないなと思ったらもう少し加熱してくださいね。このチョコレートの香りを前菜にして飲みます。これがたまらないですねこれね。ペースト状になったら、このクリームチーズですね、はい、クリームチーズを入れます。クリームチーズも常温にして柔らかくしておいてくださいね。ちょっと溶かして。生チョコレートとかを作るときは生クリームを入れるんですけども、今回はですねクリームチーズを使います。生チョコレートってやっぱり生クリームを使ってるとね、結構ね、どっしりとした味わいになるんですけども、クリームチーズ使うとね、ちょっとね、軽やかな味わいになります。ナッツです。はい、ナッツもね、ちょっとね、粗いぐらいの方が美味しいので、ちょっと砕くぐらいで入れてください。そうするとね、食感が生まれます。
赤ワインの香りを少しつけてあげるとですね、マリアージュを感じられますので、小さじ2杯ぐらい、ね、10cc ぐらい、入れて、ください。これがポイントです。すごくね、風味が良くなります。お好みなんですけども、ここでほんの一つまみの塩加えてください。これでね、より甘さが引き立ちます。はい。もうね、香りがやばい。チョコレートも柔らかくて、クリームチーズも常温にしたんで柔らかいんで、このままだとですね、ちょっと成形が、なかなか難しいので、この状態でですね、冷蔵庫で20分ぐらい冷やしていきます。そうするとですね、チョコレートが固まって成形しやすくなりますんで、なので、この状態で20分冷やしていきます。急いでる方は冷凍庫で10分ぐらいでも大丈夫です。はい、じゃあね、今回ちょっと時間が持たなかったんで、冷凍庫で10分冷やしました。冷やしすぎると、ね、固まりすぎるんであれなんで、今回はね、ちょっと丸めやすいようにポリ手袋つけてます。手でやっても、まあ、別にできなくないんですけども、手にくっつきやすくなっちゃうんで。ココアパウダーあるじゃないですか、バットにこうやってね、引いとくんですよ、これね。これで下準備完了です。チョコレートはこんな感じでピンポン玉ぐらい丸めるんです。一回丸めてこっち置きます。5、6個ですかね、これだとね。全部やっていきます。そしたらこんな感じで、一回ね、このココアパウダーを全体的にまぶすんですね。これね、まぶしたらもう一回丸めるんですよ。でまぶすとね、よくね、よう丸くなるんです。まぶしたらもう一回丸める。これでね、結構ね、綺麗な丸になります。はい、でこんな感じでできましたね。そしたらもうね、外しちゃいましょうか。これコロ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 転がす。これどうですか皆さん、めちゃめちゃ美味しそうな大粒のトリュフチョコレートになりましたね皆さん。じゃあね、ちょっと盛り付けいきましょうか。盛り付けって言ってもね、こうポンと、まあ、ちょこっと持ってあげて、ちょっとね、ココアパウダー、まあ最後にこうちょっとね、ミントとか添えてあげると。そうしましたらですね、こちらで超簡単にできるですね、クリームチーズとイエローティールを使ったですね、チーズトリュフチョコレート完成でございます。これね、ちょっと食べる前にちょっと冷やしました。ちょっと冷やしていただけるとまた食感変わります。いただきます。 100% 合いますよこれね。スプーンでね、サクッといくんですよこれ。いただきます。おお、うわー、合いすぎる。イエローテールのあのカベルネソビオンと合わせるために作ったんですけども、本当に合わせてみると圧倒的なマリアージュ、ドンピシャなマリアージュって幅が狭かったりするんですね。シンクロ率 100% のやつがなかなか出ないんですけども、これね 100% です。このワインを飲むために生まれてきたっていうのがもう本当にガッと出てます。口当たりはすごく口どけ良くて、濃厚かつでもチーズのさっぱりとした感じもあって、混ぜ込んでるナッツですね。今回カシューナッツ使ったんですが、砕いてアーモンドとかでも全然いいんですけども、これがこのチョコレートとクリームチーズの風味にあって、香ばしくてイエローテールすごく合う。クリームチーズのまろやかな酸味、イエローテールに合う。合うものと合うものと合うものを全て混ぜ合わせるとめちゃめちゃ合うんだなっていうね、純粋な美味しさ。ぜひこの組み合わせで楽しんでみていただきたいと思います。ということでですね、今回の動画皆さんいかがでしたでしょうか。見てください、これ全部俺のワイン。今回飲ませていただいたイエローテールの、カベルネソーヴィニヨン以外にもですね、イエローテールさん実はね、こんなにたくさんの、ワインを、出しているってこと、僕ね、まだね、全部飲みきれてないんですよ。まあ、これから飲むんですけども、こちらのワインは全部ね、単一品種のブドウを使ってるんですね。なのでブドウの種類ごとにこれ飲み比べできるんですよ。でこちらのですね、ワインは全国の、スーパーマーケットさん、およびですね、一部のコンビニエンスストアで、ご購入いただけますので、ぜひね、飲み比べしてみてください。僕もこれから飲み比べしていますので、一緒に皆さんイエローテール楽しみましょう。